はい、こんにちは、リトスノーです。今回なんですけれども、計画を立てる3つの理由、これについてお話しさせていただきます。次の試験に合格するために計画ってもう立ててますか？こう立てていなかったらまずですね、計画を立ててほしいんですね。で、計画ってもう本当にすごく重要です。私も動画でもう何回も何回も伝えてるんですけども、それだけ計画は重要なんですね、合格するために。なんで今回それについてちょっとお話しさせていただくんですけれども、アメリカで有名なコーチングの先生でジグジグラーっていう方がいるんですね。で、その方が言ったのは、人は忙しい忙しいって言うけれども、忙しいのは問題じゃないんだと。本当の問題っていうのは計画性のなさなんだ、計画をしてないからなんだって言ったんですね。まさしくこれはですね、もうその通りなんですよ。みんな忙しいんですよ。でも忙しい中でちゃんと成果を残して合格していく方っているんですよね。一方で忙しいを理由にして成果を出せずに、勉強時間を取れずに落ちちゃう方もいるわけです。これの違いっていうのは、ちゃんと計画を、立てて、で実践できているか、まあその計画をうまく使えているかどうかにかかってるんです。それができるかできないかの違いなんですね。だからこそ計画は立ててもらいたいんですよ。で、今回はその計画を立てる3つの理由、それをちょっと分解して3つに分けたんですね。まず1つ目、効率が上がる。その勉強効率が上がるんですよ。計画を立てているってことは、今日やるべきことが分かってるわけですね。例えば今日、過去問集の P 何ページから P 何ページまでやろうっていうのは分かってる状況と、今日何をやるかが決まっていない状況、この2つのパターン考えてみましょう。どっちだったらやれそうですか？普通に考えて、今日これをやるってことが決まってた方のが、人ってやれるんですよね。決まってなかったら、あ、今日何やろうか。で、ここでまた考えるわけですよ。何からやったらいいのかな。これで時間がどんどん過ぎていく。結局、やらずに終わっちゃう。次の日も同じ。今日これをやろうと思ったら、とりあえずは、その過去問集開けるわけじゃないですか。テキストを開けるわけじゃないですか。この一歩ってすごく大きいんですね。その後続くか続かないかは次の話なんで、まず第一歩踏み出せるかどうかです。だから計画を立てると効率が上がるんだ。次、目標管理ができる。今日これやろう、明日これやろう、明後日これやろう、じゃあ1週間後にはじゃあ P、そうだな、50ページまで行こうっていうふうな計画になってましたと。まあ50ページだったら7で割ると1日7ページぐらいですね。7、7、49なんで7ページぐらいですね。で、まあ毎日7ページずつやっていこうと。まあ仮定します。3日目だったら21ページまで進んでなきゃいけないわけですよね。で、その時に計画を見て、あれ、自分10ページまでしか進んでないなと思ったら、これ遅れてるわけですよ。ですよね。で、そうすると、あ、もうちょっと今までのこの勉強の時間ではダメなのか、じゃあ時間を増やそうとか、いろんな対策をそこから考えることができるんですよね。課題を見つけることができる。つまり、目標管理ができるってことです。計画ないと、その自分は勉強して結局10ページまで行ったっていうのに、まあまあまあ進んでるな、毎日やってるからまあいいだろうっていうふうになっちゃうんですよ。で、そうすると、じゃあ1ヶ月後、2ヶ月後、3ヶ月後経って、P100 ページぐらいまでしか進んでませんでした。試験、半年ぐらい、そうだ、もっと行こうか。試験3ヶ月前でした。3ヶ月前だけども、まだ権利関係しか終わってません。っていうような感じになっちゃうんですね。もうこれでもう遅いわけですよ。もうどうしようもないですよね。これまでじゃあ、そうだな、半年間勉強してきて、権利関係しか終えてない。じゃあこのペースでやってたら、宅建業法、法令上の制限、税その他できるのか。できないじゃないですか。もうその時気づいた時には遅いんですよ。だから計画を立てておいてくださいって話ですよ。で、次、誘惑に打ち勝つことができる。計画を立てたからといって、打ち勝つことができるってわけじゃないけれども、その計画をうまいこと利用することによって、打ち勝つことができるんですね。計画を立てた場合と立てていない場合をちょっと考えてみましょう。そっちの方が分かりやすいと思います。計画を立てていたら、とりあえず意識の中で、あ、今日は10ページまでやらないといけないなとかっていうのがあるわけですよ。あ、そうすると、何かテレビを見ながらでも、あ、あれやっとかないとな、あ、やらないとなっていう意識はあるわけです。だから、やれる場合もありますよね。もちろんそれで誘惑に負けることもあるかもしれない。でも、やれるかもしれないですよ。一方、立てていなかったらどうですか？全くこれ、もう誘惑に勝つことすらできない。もう戦おうともしないんですよ。やることが分かってないんですもん。だから結局は家帰ってきて、あ、じゃあテレビつけようか、ダラダラしようか。ってこうなっちゃうわけですよね。
まあ、だらだらしようかと思ってしてるわけじゃなくて、もう習慣になってきて、家帰りました、はい、じゃ服着替えました、テレビつけました、何かやってます、あ、座ります、見てます、このまま1時間、はい、スマホいじります、はい、30分過ぎますっていう風に、時間は刻一刻と過ぎていく。頭の片隅に自分がまあ誘惑に負けていると思う、そんなことも考えないと思うんですよね、そもそもの話。一歩立てていたら、ああやんないとな、一歩を踏み出せればできるわけですよ。あ、今日やんないといけない、あ、残り、あ、寝るのが12時、もう11時だ、あ、もうそろそろやんないと、あ、今日できないなというふうな形で、もしかしたらできるかもしれないですよね。立てていない時と比べたら誘惑に勝つことはできるわけですよ。あとは使い方の話ですよね。だからこういったメリットがあるんですね。これ相当重要なんです、計画を立てるっていうので。私も実際仕事をしていく中で計画って立ててるんですね。あ、いついつまでにこれやっとかないといけないな。だから逆算して、あ、じゃあ1ヶ月でこれぐらいやっとかないといけないな。じゃあ1週間でこれぐらいやっとかないといけないな。じゃあ今日これだけやっとかないといけないな。だから今日やるべきことが明確になってるんで、もうそこに集中できるんですよ。で、これができたら自分の中ではもう OK なんです。で、そうすると意外と時間って余るんですよね。で、その他の時間で、じゃあ次の計画立てたりとか、別のことをやったりとか、まあやっていくわけなんですけれども。だからまず計画を立てる重要性、立てなきゃいけないんだってことをまず頭に入れといてください。で、次回の動画では、じゃあどうやって計画を立てるのかっていうのをちょっと具体的に落とし込んでお話しさせていただきます。